敵立先陣。行こう。いざ。よっ。行こう。行き止まりみたいだな。本が一冊あるだけだ。さっき聞こえたのっておそらく本に書かれてる物語だよな。なるほど、署名にあった聖国は雄野浄土のことのようですね。この本は民の視点から皇女殿下を賛美しているのでしょう。最後のページまでめくってみたが、この物語にはまだ続きがあるようでござる。続きはどこにあるんだ？おいら気になるぞ。それは探索を続けるしかないであろう。それより読み終わっ、おや？場所が変わったようです。ただ、浜辺に戻ったわけではなさそうです。ここって、モンドの家みたいだな。ごきげんよう。いたたおとき、断罪の皇后よ。愛しいエミちゃん。ステーキと漁師トーストを作ったわよ。さあ、温かいうちに食べましょう。あは、母上。あらら。私ったらうっかりしてたわ。断罪の皇女よ。何時は気づいていたか。ええ、もちろんよ、母上。ああ、窓からの眺めがなんと美しいことか。皇女に皇后よ、断罪の皇帝であるよと共に野垣に興じようではないか。ええ、喜んで。ああ。そのみんな何か言いたいことは単刀直入に聞くけど、エミちゃんってフィッシュルの本名か？だろうな。それからさっき聞こえた二つの、どうして私を見るんですか？失礼かもしれぬが、そのメギストスとは本当、まったく私をバカにしないでください。先生術師である私のフルネームはアストローギスト・モナメギストスで間違いありません。すまぬ。長いな。この名を持つことができるのは天才だけなんですよ。どういう理屈だよ。それより先ほどのあれ、どう思いますか？一つ確信したのは、本を閉じることも元凶に変化をもたらす一種の方法な。でもフィッシュルの家族まで彼女に付き合ってあげてるなんてすごいな。いつもあの調子だったわけではないと思いますよ。あの声の感じからして多分幼少期の思い出か。モナはよく知ってるな。友達なんだからこれぐらい当然のことです。フィッシュルは今どこにいるんでしょう？先ほどの話では出かけると言っていた。様子を見に行ってみるでござるよ。
この感じ最悪です。まるで先生術の教本を買った後に偽物だと気づいた時や、夕食の途中で財布を忘れたことに気づいたと。二人ともかなりショックを受けてるみたいだな。各有拙者も読んでいた本が打ち切りになるのは好まぬ。そりゃ誰だって嫌だろう。みんなもう一回元凶の中に入ってみようぜ。おう、それもそうだな。すぐ出発しよう。ん？何も起こらぬな。場所もそのままでござる。あれ？さっきまで入れたのに、どうして入れてくれないんだ？どういうことですか？せっかくあそこまで読んだのに、意地が悪いにも程があります。ふむ。もしかするとこの本はもう最後まで読み終わったのやもしれぬ。元凶から離れる前、最後のページをめくったであろう。拙者が思うに、この聖国の栄章はまるで安っぽい娯楽小説みたいな売り方だな。続きは下巻を買ってくれってことか。何が何でも結末が見たくなってきました。ふむ、結末か。みんなその続きが気になってるみたいだ。そこにいるのは誰です？おっと、まずい。僕を見てるな。姿勢を正さないと。あなた。僕は道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。その名前、役割が丸わかりだな。ではアーノルド、あなたに聞きたいのですが。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。道を聞かれるのが好きなアーノルド、聞きたいことがあるのですが。何でしょう、お嬢さん。聖国の栄章の続きを知っていますか？どこにあるのでしょう？それなら僕に聞いて正解だ。聖国の栄章は夕夜浄土の聖典であり、3巻まである。もし第2巻を探すのなら、高い塔の上まで行かなければならない。高い塔って？あ、そう、あの塔に聖典が保管されてる。向こうの洞窟をよく調べれば、あそこへと通ずる秘密の近道が見つかるだろう。ありがとうございます、アーノルド。アーノルドじゃない、道を聞かれるのが好きなアーノルドだ。美しきお嬢さん、他に聞くことはないかな？彼女がいるかどうか、給料をいくらもらってるか。ありませんね、さようなら。あの夜ガラスは放っておきましょう。向こうの洞窟にある秘密の近道を使えば、塔の上へ行けるようです。ああ、お嬢さん、本当に僕に興味がないと？君があまりに美しいから、夕夜浄土の秘密を教えたというのに。あんまりじゃないか、お嬢さん。